つ目のあるあるなんですけど、これはいろんな国籍の友達がいる。これはもうマジで2由来絶対に。それがないともうインターじゃないっていう由来の感覚だもんね。本当にそう、うん、これもね、結構その学校によって割合とか結構変わってくるんですけど、僕のイメージだと米軍基地とかの中だとアメリカ人が多めみたいな感じで、まあ僕が通ってた学校では日本人が結構多かったなっていう、結構その学校によって文化というかその割合っていうのがすごい違うと思うんですけど、でも多分普通の日本の小学校と比べたら圧倒的に多国籍ではあるな、多様っていうことに変わりはないし、そういうことがあって弁当の事情とかにつながって、そうそうそう、いろんな方面から多様性を感じることができるっていうのがね、すごい特徴を表してるあるあるみたいな。小学校の一面が、うん、私も自分も一応モンゴルのハーフだから、うん、一応自分もなんていうの、多文化の類なんですけど、うん、親友が韓国人の子で、うん、もう一人はなんかロシア人の子とめっちゃ仲良くて、うん、今考えるとめちゃめちゃ多国籍だなみたいな思ってて、うん、全然日本人の子供めっちゃ遊ぶし、すごい小さい頃からなんかいろんな言葉を教えてくれてたね、うん、ああ、こんにちはってロシア語になってめっちゃ悪い言葉とか教えてもらったりなんかもういろんな言語にネイティブの人が周りにたくさんいるから、言葉を教え合うのはすごい結構あるあるな、ね、日本の文化に触れてる人も多いわけでいいみたいな、でもその日本の文化に触れてない外国人とか多国籍の人がいるわけで、だからお互いの文化を教え合える環境があるのがすごいいいね。多分自然にそういう場があることで、いろんな言語だけじゃなくていろんな文化面で共有し合えることが多いなと思います。その多様性にちなんでもう一個のあるあるがあるんですけど、それから名前が覚えられないっていうのがあるんですけど、まあ、結構インターってちっちゃいとは思うんですけど、ね、ほとんどの学校がすごい個性的なというか、あまり馴染みのないとこで育った人が集まってるだけ、なんかいろんな名前があるなっていう印象で、いつもなんか先生が苦しんでるなっていう、苦しんでた、ね、めっちゃもう名字とか死んだ先生勝手にあだ名みたいな、そう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 、面黒からこれねみたいな感じで諦めてる先生も出てるんで、だけどね、そうだね、そうだからなんか結構、うん、なんだろう、韓国人とかアジア系に多いのが結構その名前に本名を使うんじゃなくて、そうそうそう、イングルが英語の名前を自分で決めてるのか親が決めてるのか、そうだよね、気になってる、うん、そういうのを設けてなんか覚えやすくしてくれてる工夫をしてる学生も全然いましたので、なるべく多分先生とかもその本名をこう、そう、ね、覚えようと尊重してるから、そうそうそう、名字かぶるのめっちゃある確かに被んないはずなんだけどね、いろんな人がそうだよね、でもなんか被る、多分やっぱ韓国のミュージアムすごいね、うん、そうね、被るイメージ、もうキムとかリーとかめっちゃ多かったイメージがあるな、国の特徴がだけど続いて7個目のあるあるなんですけど、クラスメートやその知り合いに有名人の子供がいたりすることが普通に、うん、だよね、結構いるんだよね、あるあるだね、その名前とか出さないよね、めっちゃプライベートだから本当にそうだよね、でもなんかすごい噂すぐに広まれるんですよ、もう秒でフェスティバルとか、 なんか学校の行事とかで、あ、親がもう来ざるを得ないみたいなのもう秒でバレちゃうから、うん、みたいな、もう見学とか、そうそうそう、来てたらすぐに一発広まって、行けーみたいになってるからね、みんななんか抜け出して見に行こうとする、そう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 っていう感じがあって、低学年からの方はすごい多分テンションが上がっちゃう、めっちゃもう見張るからみんなみんなで追ってきましたそうだね、さすがに高学年になってくると申し訳ないさすがにね、そうそう、う尊重してるからね、うん、そう、でもなんかそのイメージで結構子供自身がなんか居心地悪く感じたり、なんか親がこうだから特別扱いされるって思われがちなんですけど、実際そんなことなくて、ね、なんか逆に普通のことになってて、あ、そうなんだってなるぐらいで、なんかその子供を特別に扱ったり、なんかそういうのはあまりないんですよね、そうだね、それが安心要素になって、ね、来てる人もいるのかもしれない、やっぱりそれこそどんどん今も増えていくから、結構芸能人の方が自分の子供をインターに通わせるっていうのが結構普通のことになりつつあるから、ちょっと言い方はレア感がないなんて言うんだろう、あ、そうなんだみたいな、すごいじゃんとは全然なるけど、だからと言ってなんか、え、ちょっとみたいな確かに
接し方が変わるとかも全然なかったから、それもまたなんかちょっと違う人へのなんだろう、そのさっき言った先入観のなさから不自然にあの誰とでもコミュニケーションが取れるし、毎日会ってるとなんかもう、あ、そうだった、そういえばあ親の有名人だったよねみたいな、そういやそうそういやそうだったよみたいな感覚もあるし、クレーザースカイプは全然なかったかな。的に見づらいのかなと思って、すごい個人的に思うんですけど、実際そこにいると、うん、本当にそんなに特別に扱われてもないので、クラスの一員ってだけみたいな、そう伝えたいです。